はい、ということで、やってまいりました。山の中を歩いております。まあ、ちょっとね、歩きながらで本当に申し訳ないんですが、こういうところにおります。はい、めっちゃ山。タイトルどうなんだろう、タイトルに載ってるのかな、載ってないのかな。ペンタックスの K7 というカメラを持ってきております。つけてるレンズは標準ズームレンズというか、キットレンズ18-55の 3.5 から5.6 カメラ買った時に最初についてくるようなレンズです。それを使って撮っております。まあね、ちょっとK7 はもうずっと使っ、ずっとというか、まあ以前使って、で今回もまた使って、やっぱ思ったのが感度がね、やっぱ上げられないんですよ。前はね、以前使ってた時はちょっと上げてたんですが、数年ぶりに使ってやっぱりいろいろと、私の中でも見識が増えたり、多分目は超えてると思います、当時より。で、使ってみてやっぱ感度はね、400までかな、感度上げられないです。今日は曇りの、今夕方4時とかそれぐらいなのかな、なのですごい薄暗いというか、まあ、ちょっと暗くなり始め、まあ、山の中というのもあってですね、なのでもう全部三脚に据えてです。まあ、ちっちゃいですけどセルフタイマーというか、2秒タイマーで撮ってます。多分もうこの見てもらってわかる通りにキレッキレです。やっぱりね、こう、まあ、今の時代、まあ、ペンタックスで言うと5140万画素の、645Z があったり、3600万画素の K1、K1 マーク2があったり、まあ、他のメーカーもそうですよ。3000万画素、4000万画素、5000万画素、ソニーに至っては6000万画素とかありますけど、ポスターサイズとかにするんだったら、やっぱりね、高画素、かなと思うんですが、まあ皆さん今見ていただいている 4K ですよ。動画の 4K とかだったら、K7 これ1400万画素ですけど、ピクセルで言うと全然足りるし、A3 プリントかな？うん。A3 プリントだったら全然問題ないのかなっていうところで。今ね、まあモニターでは見てるんですが、拡大したりとかしてもキレッキレです。まあちょっと絞ってはいるっちゅうのはあるんですが、いや、ただ正直キレッキレな画像が撮れるので、低感度でちょっと絞って、風に影響されないものとかを撮ってみたら、あ、もう全然いいんじゃないかなっていう感じで、APS-C のもう11年落ちとか、10年落ち ?11 年落ちのこういうカメラで撮ってみてますという動画です。はい。